クリストファー・コロンブスは、探検家、航海者、コンキスタドール、奴隷商人。定説では、イタリアのジェノバ出身。ランス・オメドが発見されるまでは、大航海時代において、キリスト教世界の白人としては、最初に、アメリカ海域へ到達したとされていた。彼の実績により、彼の子孫は、スペイン王室より、ベラグア公爵虎、 ベガ公爵に除され、2021年現在まで、スペイン貴族の公爵家として続いている。コロンブスは、1451年8月25日から10月末までの間に、ジェノバもしくはその近郊で生まれたという説が主流であったが、これについては、資料として、裏付けとなる根拠がなく、異説も多いため、はっきりした事実は判明していない。通説では、 毛織物の職人一家で育った父、ドメニココロンボと母、スサナ・フォンタナ・ローサの間にはクリストファーを含み7人の子がいたが、上の2人の子は若くして死亡したと考えられ、何の記録も残っていない。弟は1から2歳下にバルトロメと17歳下に、ジャコも妹は2人いたが記録に残るのは、ピアンチネータだけである。 父は毛織物業を自営していたが一家は、決して裕福ではなく、ワインやチーズの売買も行っていた。ジェノガにあるコロンブスのモニュメントコロンブスと海との関わりは10代の頃から始まった。最初は、父親の仕事を手伝って、船に乗り、1472年には、アンジュルネから対立するアラゴン王国のガレー船、フェルナンディアゴーダホの命を受けた船に乗って、 チュニスに向かったという説もある。1475年から翌年には、ジェノバのチェントリオーネ家に雇われ、ローナ号で、エーゲ海のヒオス島へ行って、入港取引に関わったと、第一次公開誌にて述べられている。1476年5月には、チェントリオーネ家やスピノラ家、ディ・ネグロ家など、ジェノバ商人団に雇われ、入港をイギリスやフランドルへ運ぶ、商船隊に参加し、 ベカラ号に乗り込んだ。しかし8月13日、この船団がブルゴーニュの旗を掲げていたため、ポルトガルのサンビセンテ岬沖で当時敵対していたフランス艦船から攻撃を受け、船は沈没した。コロンブスは海に捕まって泳ぎ、ポルトガルのラゴスまでたどり着いた。なお、コロンブスが乗船していたのは、フランスとカタルーニャ連合の船であり、いわば、 ジェノバ戦団を攻撃した側にいたという主張もある。彼はジェノバ人共同体の助けを借りてリスボンへ移った。この時期は1477年春以降と考えられる。そこには地図制作に従事する弟のバルトロメが住んでおり、コロンブスは弟と一緒に地図作成や売買をしながら、 たびたび航海にも加わっていた。1477年2月には、イギリスのブリストルを経て、アイルランドのゴールウェイ、そしてアイスランドまで向かった。アイスランドには、かつてバイキングが、北、アメリカに植民地を築いたという、ビンランド伝説があったが、コロンブスが、この伝承を耳にしたかどうかは分かっていない。1479年末、コロンブスは、 フェリパ・ペレストレリオ・エモイスと結婚した。ロス・サントス修道院のミサで彼女を見染めたのが、慣れ染めという。しかし、フェリパの父は、マデーラ諸島にあるポルトサント島の世襲領主、バルトロメウ・ペレストレリオであり、いわば貴族階級の女性であった。この釣り合わない結婚の背景には、フェリパが25歳という、当時としては、 晩婚と言える年齢であったこと、父バルトロメウは20年前に死去し、以後のペレストレリオ家は没落しており、持参金を準備できなかったこと、逆にコロンブスは公開し、地図制作者として一定の成功を収めていたことなどがあったと推察されている。結婚後は、妻のゆかりのチポルトさんと島に、夫婦で行くこともあり、1480年頃に、そこで、 長男ディエゴに恵まれた。1481年、ディオゴデ・アザンプージャーが、西アフリカを南下し、エルミナ城を築く航海に出ているが、これに、コロンブスが加わり、ギニアと黄金海岸まで行ったと考えられている。ポルトガル側に、これを証拠付ける資料はないが、コロンブスは、第一次航海の日誌にて、西アフリカの情景を引き合いに出しているところや、 所蔵していたピエール第一書、イマゴムンディの熱帯地方には人間は住めないという箇所に実際に行ってみたが、熱帯にも人は住んでいたと書き込んでいる点がその根拠とされる。また、当時のある事件をラスカサスはインディアス氏に記している。それはマデーラ島に漂着した白人漂流者がいたというものである。この漂流者は、 ポルトガル交易船員だったが、嵐のためにキューバまで流されてしまい、船を修理して東へ出港したが生きて、マデーラ島にたどり着いた、数名はほとんどすぐ死に、最後の一人をコロンブスが保護したが、やがて彼も亡くなった。インディアス自然一般史を表したフェルナンデス・オベイドも1535年に、この説話を懐疑的ながら再録している。 コロンブス自身が著述した、どの文章にもこの話は書かれていないが、ラスカサスはこの事件がコロンブスをして、西回り航路の発想に至らす原点になったと述べている。この頃、コロンブスは積極的に、スペイン語やラテン語などの言語や、天文学、地理、そして航海術の習得に努めた。仕事の拠点であるリスボンで、 パオロダル・ポッツォ・トスカネ・リと知り合う機会を得て、手紙の交換をしている。当時はすでに地球球体説は一般に信じられていたが、トスカネ・リは、マルコ・ポーロの考えを取り入れ、大西洋を挟んだヨーロッパとアジアの距離は、プトレマイオスの試算よりもずっと短いと主張していた。東方圏文録にある黄金の国、ジパングに惹かれていたコロンブスはここに、西回りで、 アジアに向かう計画に現実性を見出した。また、現存する最古の地球儀を作ったマルティン・ベハイムとも交流を用ち意見を交換した説もある。これらの収集情報や考察を経てコロンブスは、西回り航海が可能だとする5つの理論根拠を構築した。 ラスカサス、インディアス氏に記載されたその内容は、地球は球体であり、西に進めば、東端にたどり着く。地球の未知の部分は、アジア東端からベルデ・ミサキ諸島異星だけになった。二世紀のギリシア人地理学者のマリヌスは、ヨーロッパからアジアまでは、地球の15、24にあたるという。したがって、未知の領域は9、24イコール約1、3となる。 マリヌスが認識していたアジアは、現在のアジア東端までに比べれば狭い。したがって、未知の領域は、さらに狭くなる。旧世紀のイスラム人天文学者アルフラガヌスは、経度一度イコール約56.6マイルと、計算した。したがって、未知の領域は5 6 6 3 6十3イコール約6800マイル。しかもこれは、赤道上であり、 北紀航路ならば距離はさらに縮まる。この考えの根底には、アリストテレスの地理観を引き継いだ中世キリスト教の普遍史観から、世界はヨーロッパ、アジア、アフリカの三大陸で成り立っていたという概念がある。地球の大きさについても、北緯28度におけるカナリア諸島から日本までを、 実際の1万600回里に対しコロンブスは2400回里と非常に小さく見積もっていた。1484年末、コロンブスはポルトガル王ジョアン2世に後悔のための援助を求め、その自信にあふれた弁舌にジョアン2世は興味をそそられた。コロンブスは資金援助に加え成功報酬も求めたが高い地位や権利。 そして、収益の10%という大きなものだった。王室は、数学委員会の諮問にかけて検討したが、回答は秘訣だった。コロンブス以前にも大西洋への航海は何度か、試みられたが全て失敗し、一方で、アフリカ探検は、ディオゴカンが、コン王国との接触に成功し、 希望峰に達する寸前まで来ていたこと、さらに、コロンブスの要求があまりに過剰だと受け止められたことも影響した。再度コロンブスは、提案を上層したが、決定は覆らず、ジョア2世はコロンブスが慈悲で後悔をするならば良いというのみだったが、コロンブスには、そのような資金がなく、借金さえ抱えていた。この頃、コロンブスは妻、フェリパを亡くし、 1485年半ば頃、8年間、過ごしたポルトガルに別れを告げる決心をつけた。コロンブスは、リスボンからカイロ、スペインのパロスに着き、そこから、ウエルバのティント川沿いの丘に立つララビダ修道院を、訪ねた。5歳の息子、ディエゴを伴った、彼を招き入れた、修道院長のフアンペレスでマルチェーネ神父は、コロンブスの話に感銘を受け、彼に、 天文学者でもあるセビリアのアントニオ・マルチェーナ神父を紹介し、そこへ向かうために、息子、ディエゴを修道院で預かった。さらにコロンブスは、スペイン貴族の第二代メディナ・シドニア、公爵ドン・エンリケ・デグスマン、そして初代メディナ・セリ、公爵ドン・ルイス・デ・ラセルダと面会する機会を得た。メディナ・セリコは興味を抱き、 コロンブスが求めた数隻の船や食料など3000から4000ドカート相当の物資を準備することに合意した。コロンブスが作成したと言われる地図。これは19世紀に発見されたものだが、アイスランドとフェローズ諸島の位置が逆になっているなど、疑問も提示されている。コロンブスへの援助に同意したメディナセリコーだったが、このような計画は王室への許可を得るべきだと考え、 カスティーリアのイサベル一世へ計画を知らせると、彼女自身がこれに興味を覚えた。1486年5月1日、メディナセリコーが紹介してコロンブスは、コルドバで、イサベル一世とその音フェルナンド二世に越見した。コロンブスの話に、フェルナンド二世はあまり興味を持たなかったが、イサベル一世は引きつけられた。計画は、 残下調門氏のエルナンド・デ・タラベラ神父を中心とする諮問委員会が設けられ、そこで評価されることになった。1486年だけで二度委員会は開かれたが、コロンブスが示したアジアまでの距離が特に疑問視され、結論は持ち越された。コロンブスはメディナセリコーの支援を受けながら、コルドバの彼の城に滞在し、カトリック領王との面談を模索する一方で、 交流を持った医師や学者らの中の一人から当時20歳の小作人の娘ベアトリス・エンリケス・レアラーナと恋愛関係となり1488年8月15日にフェルナンドが生まれたがコロンブスはベアトリスと正式に結婚しなかったしかしスペイン王室からの返事はなかなか届かなかったコロンブスに好意を持った 委員会長のタラベラやメンバーの一人であるトミニコ会のディエゴデデッサラは委員会が否定的結論を出そうとすると引き延ばしにかかっていた。コロンブスはポルトガルのジョアン2世に手紙を送ったがバルトロメウディアスの希望本発見もあって話がまとまることはなかった。また弟バルトロメをイギリスのヘンリー7世やフランスのシャルル8世のもとに差し向け 計画の宣伝をさせた。いずれの王からも指示は得られなかったが、シャルル8世の姉アンヌド傍中の艦隊を得て、バルトロメは、フォンテーヌブローの宮殿に数年間滞在した。しかしこれらの行動も身を結ばなかった。一方のスペイン王室は、1489年5月12日付で、コロンブスが王室に越見するときに必要な宿泊費を無料に、 する通達を出すなど、不完全ではあるが、金銭的援助を行い、決して彼を邪険にしていたわけではなかった。しかし1490年、タラベラの委員会は、提案に反対する結論を出したことでコロンブスは、諦め気味に、パロスに戻り、ララビダ修道院に向かった。話を聞いた、ペレス委員長はコロンブスを遺留し、 イザベル一世の側近セバスチャン・ロドリゲスを頼り、王室に再検討を促した。このわずか2週間後、コロンブスのもとに王室の書簡が届き、旅金を添えて出頭する、よう勧告する内容があった。提案の検討はカスティリアスーキーンに移された。イザベル一世とコロンブスしかし1491年、スーキーンにも、 案を否決されたために、万作尽きたコロンブスは、弟バルトロメが滞在するフランスへ向かう決意を固めた。ここにルイス・デ・サンタンヘルが登場する。財務長官であった、彼は、女王説得に乗り出し、コロンブスが提示した条件は見込める収入からすれば、十分に折り合い、また必要な経費も自らが都合をつけると申し出た。 1492年1月2日に、ムーア人の最後の拠点であったグラナダが陥落したことで、スペインに財政上の余裕ができたことを、サンタンヘルは指摘した。もともと興味を持っていた、イサベル1世はこれで勢いを得て、フェルナンド2世を解き伏せ、スペインはついに、コロンブスの計画を承認した。この時、コロンブスはまさに、 フランスへ向けて、グラナダを出発したところだった。女王の伝令は彼を追いかけ、15キロほど先のピノスプエンテ村の橋の上で、コロンブスに追いついた。この橋には、劇的とも言える出来事を解説する同伴がある。1492年4月17日、グラナダ郊外のサンタフェにて、コロンブスは王室とサンタフェ契約を締結した。その内容は、 コロンブスは発見された土地の終身提徳となり、この地位は相続される。コロンブスは発見された土地の複王及び、総督の任につく。各地の統治者は3名の候補をコロンブスが推挙し、この中から選ばれる。提徳領から得られたすべての純益のうち10%は、コロンブスの取り分とする。提徳領から得られた物品の交易において生じた、紛争は、 コロンブスが裁判権を持つ。コロンブスが今後行う公開において、費用の8分の1をコロンブスが負担する場合、利益の8分の1をコロンブスの取り分とする。というものだった。公開の経費は、ルイス・デ・サンタンヘルが中心となって調達された。彼は、警察機構サンタ、エルマンダーの経理担当であった、ジェノバ人。 フランチェスコ・ピネリと協力して140万マラベディを、さらに、アラゴン王国の国庫から35万マラベディを、調達し、コロンブスに提供した。これは、イサベル一世が大艦用砲玉を担保に供出する、ことを防ぐことが目的だった。コロンブスは25万マラベディを調達したが、 これは、メディナセリコーやセビリアのフィレンツェ人銀行家ベラルディなどから借金をしてかき集めたものだった。1492年8月3日、大西洋インドを目指してパロス港を出港した。この時の編成は、キャラベル船のニーニャ号とピンタ号、ナオ船のサンタマリア号の3隻で総乗組員数は約90人。一旦、カナリア諸島へ寄り、 大航海の準備を整えた後、一気に精神した。大西洋は極端に島の少ない大洋であり、船員の間には次第に不安が募っていった。当時の最新科学では地球が球体であるということはほぼ常識となっていたが、船員の間では地球を平面とする旧来の考えも根強く残っていた。コロンブス自身は平気なふりをしていたが、 計算を超えて長い航海となったことに不安を感じるようになる。10月6日には小規模な暴動が起こり、3日後には船員の不安は頂点に達し、コロンブスに迫って、あと3日で陸地が見つからなかったら引き返すと約束させた。その後、流木などを発見し陸が近くにあると船員を説得する。コロンブスの航路そして10月11日の日付が、 変わろうとするとき、ピンタ号の水夫が陸地を発見した。翌朝、コロンブスはその島に上陸し、ここを占領して、サンサルバドル島と名付ける。最初に上陸した島で、コロンブス一個は、アラワク族インディアンたちから艦隊を受ける。アラワク族は、船から上がったコロンブスたちに、水や食料を送り、オウムや、綿の玉、 やりや、その他見たことのないたくさんのものを持ってきた。コロンブス一行はそれを、ガラスのビーズや鷹の鈴と交換した。しかし、コロンブスの興味は、ただ黄金にしかなかった。彼はこう書き残している。コロンブスはこの島で略奪を働き、次に、現在のキューバ島を発見した。ここを、フワナ島と名付けた後、 ピンタ号船長であるマルティン・アロンソ・ピンソンの独断によりピンタ号が一時離脱してしまうが12月6日にはイスパニョーラ島と名付けた島に到達24日にサンタマリア号が座礁してしまうしかしその残骸を利用して要塞を作りアメリカにおけるスペイン発の入植地を作ったこの入植地には39名の男性が残った年が明け 1493年1月6日にピンタゴーと再び合流する。1月16日、スペインへの帰還を命じ、3月15日にパロス港へ帰還した。帰還したコロンブスを歓迎して、宮殿では盛大な式典が開かれた。コロンブスは、航海に先んじて、発見地の総督職世襲帝徳の地位、発見地から上がる収益の十分の一をもらう。 契約を交わしていたこの取り決めに従い、コロンブスはインディアンから強奪した金銀宝石、真珠などの戦利品の10分の1を手に入れた。また陸地を発見した者には、賞金がカトリック領王から与えられることになっていたが、コロンブスは自分が先に発見したと言い張り、これをせしめている。国王に調査報告を終え、 少しばかりの援助を求めたコロンブスは、次の公開目標としてこう述べている。1493年5月4日、ローマ法王直書は、アゾレス諸島の西百リーグの分解線を定め、スペインはこれによって、新大陸を探検し植民する独占的な権利を手にした。檻からの関心の高まりによって、コロンブスは2回目の公開の資金を難なく作ることができた。 1493年の9月に17隻1500人で出発したコロンブスの2度目の航海は、その乗員の中に農民や交付を含み植民目的であった。11月にドミニカ島と名付けた島に到着したが、前回作った植民地に行ってみると基地は原住民であるインディアンにより破壊されており、残した人間はすべて殺されていた。 コロンブスはここを放棄して新しくイサベル植民地を築いた。しかし白人入植者の間では植民地での生活に不満の声が上がり、周辺諸島ではアラワク族、タイの族、ルカヤン族、カリブ族などのインディアンの間で白人の行為に対して怒りが重積していた。これに対しコロンブスの率いるスペイン軍はインディアンに対して 徹底的な虐殺弾圧を行った。行く先々の島々で、コロンブスの軍隊は海岸部で無差別殺戮を繰り返した。まるでスポーツのように、動物も鳥もインディアンも、彼らは見つけた全てを略奪し破壊した。コロンブスがイスパニョーラ島でしばらく病に伏せると、コロンブスの軍勢は凶暴性を増し、窃盗、殺人、強姦放火。 拷問を駆使して、インディアンたちに黄金のありかを白状させようとした。インディアンたちは、ゲリラ作戦で、コロンブスに報復を試みたが、スペイン軍の軍事力と彼らがばらまく薬病は、インディアンの想像を遥かに超えていた。最終的に彼らは、最善の策は、逃亡であると決めた。置き去りにされた作物は、腐るに任され、 やがてインディアンたちを飢餓が襲ったのだった。コロンブスが何ヶ月も病に伏せっている間、コロンブスの軍勢はやりたい放題の大虐殺を続けた。コロンブスが回復するまでに5万人以上のインディアンの死が報告されている。やがて完全復帰したコロンブスの最初の仕事は彼の軍勢に対し略奪を組織化することだった。1495年3月、 コロンブスは数百人の総甲兵と騎兵隊、そして訓練された軍用犬からなる一大軍団を組織した。再び殺戮の船旅に出たコロンブスはスペイン人の持ち込んだ病に倒れ、非武装だったインディアンの村々を徹底的に攻撃し、数千人単位の虐殺を指揮した。コロンブスの襲撃戦略は以後10年間。 スペイン人が繰り返した殺戮モデルとなった。コロンブスは、イスパニョーラ島のインディアン部族の指導者と睨んでいた一人の、州長を殺さずに、引き回しの刑と東国の後、鎖につないで、船に乗せ、スペインへ連行しようとした。しかし他のインディアンたちと同様に、この男性は劣悪な船内環境の中、セビリアに着く前に死んでいる。インディアンの殺戮に、 大勝利した後、コロンブスは、予定通り、捕らえたインディアンを奴隷として本国に送るが、イザベル女王はこれを繰り返し、コロンブスの統治に対する調査委員を派遣した。驚いたコロンブスは慌てて本国へ戻って釈明し、罪は免れた。コロンブスが、カリブ海諸島で指揮した行き当たりばったりの大虐殺は、黄金探しを使命としたスペイン海軍によって、 体系化され、あらゆる部族の子供以外のインディアンが、3ヶ月以内に一定量の黄金を差し出すよう、脅迫された。金を届けたインディアンには、スペイン人に敬意を表したという証として、その男女に首掛けの表彰が送られた。金の量が足りなかったものは、男だろうと女だろうと手首が切り落とされた。コロンブスらスペイン人の幻想よりも、当地の金の量ははるかに少なかったため、 死にたくなかったインディアンたちは生活を犠牲にして金を探さざるを得なかった。インディアンが逃亡を始めると危機はさらに悪化した。コロンブスらスペイン人が運び込んだ薬病は栄養失調となったインディアンたちの弱められた体をより激しく蝕んだ。そして、コロンブスたちと同じく、 スペイン軍は、面白半分に男を殺し女を貸す楽しみを、決してやめなかった。1498年5月、6隻の船で3度目の航海に出る。今度は、南寄りの航路を取り、現在のベネズエラのオリノコ川の河口に上陸した。その膨大な量の火水が海水ではなく真水であった、ことから、 それだけの大河を蓄えるのは大陸であるということを、コロンブスは認めざるを得なかった。しかし彼は、最後まで自らが発見した島を、アジアだと主張し続けたという。その後、北上して、サントドミンゴに着くと、後を任せていた弟、バルトロメの道地の悪さから反乱が起きていた。コロンブスは、説得を続けるが、入植者たちはこれをなかなか受け入れず、 1500年8月に本国から来た査察官により逮捕され本国へと送還された。罪に問われることは免れたもののすべての地位を剥奪される。それでもコロンブスは4度目となる航海を企画するが王からの援助は小型のボロ船4隻というものであった。1502年に出港したがイスパニョーラ島への寄港は禁じられており、 パナマ周辺を6ヶ月さまよったが、最後は難破して救助され、1504年11月にスペインへ戻った。しかし1504年末にイサベル女王が死去し、スペイン王室はコロンブスに対して、さらに冷体になった。帰国後は病気になり、1506年5月20日スペインのバリアドリッドにて死去。その遺骨は、 セビリアの修道院に収められたが1542年にサントドミンゴの大聖堂に移された。コロンブスの死後、ドイツの地理学者、マルティン・バルト・ゼーミュラーが手掛けた地図には、南米大陸の発見者として、コロンブスではなく、アメリゴ・ベスプッチの名前が記された。 この結果、ヨーロッパでは、新大陸全域を指す言葉として、コロンビアではなく、アメリカが使われるようになった。一般的に、コロンブスの功績は、アメリカ大陸を発見したことと語られることが多いが、アメリカ大陸にはこれ以前から、インディアンやインディオなどのモンゴロイド系先住民族が1万年以上、前から居住し、独自の文明を築いていたことを考えると、 発見という言葉自体がヨーロッパ中心で世界を見る視点に立脚した発言と言わざるを得ない。従って中立的な視点では大西洋航路の発見、つまりヨーロッパとアメリカ大陸を結ぶ航海路を発見したというのがその真の功績であると言える。コロンブスのアメリカ大陸到着以前はユーラシア大陸と 南北アメリカ大陸の住人や国家、文明の間には、相互の文化や経済、政治などに影響を与え合うほどの交流がほとんどなかったことから、世界の一体化を促進したとする評価もできる。そしてその評価の中には、聖書にもある、地球が球体であるという描写を立証したことも挙げられる。なお、コロンブス自身は、 アメリカ大陸を最後までアジアだと誤認しており、新大陸と気づくことはなかった。そのことを考えれば、1492年にコロンブスが新大陸を発見したように言われることもおかしいとも言える。コロンブスがアメリカを発見したという功績については、現代の多文化主議論者たちは発見などしていないとの見解で一致している。 歴史家のフランシス・ジェニングスはヨーロッパ白人は諸女地に植民したのではない。彼らは先住民族を侵略して入れ替わったのだと述べインディアン活動家のマイク・アンダーソンはコロンブスの上陸の前にそこには文化があった。そして人々がいた。そしてそこには政府があったとしている。カーク・パトリック・セールは我々は 発見などというイベントはなかったと断言することができると主張。小説家のホメロ・アジリスは、インディアンと白人が互いに相手を発見したのだとしている。また、ゲイリー・ウィルズやゲイリー・ナッシュ、ロナルド・高木といった歴史家たちは発見ではなく遭遇であるとの主張で一致している。また、レシェク・コワコフスキは、この遭遇という言葉に対して、 探検への衝動は世界の文明の中で決して均一に割り当てられたものではなかったとしてコロンブスがアメリカに到達しインディアンがヨーロッパに到達しなかったことはインディアンと白人が同一水準で文明的な接触をするという条件面での違いを隠すものだとしているしかしながらヘルゲイングスタッドとアンスタイニングスタッドの夫妻が ニューファンドランド島のランスをメドでコロンブスが北米に上陸する以前の年代にバイキングが持ち込んだとされる鉄釘くぎを発見した。これによりコロンブスが西洋人として初めて新大陸を発見したという説は覆った。現在ではバイキングがアメリカ大陸に到達しその地をビンランドと呼んでいた事実は定説となっている。 また、古代ポリネシア人もおそらく南米に到達し、コロンブス交換以前に、サツマイモのような南米の作物を旧世界に持ち込んでいた。後世のコロンブスの発見に比べれば、交流は限定的であるが、少なくともアメリカ大陸以外の住人がアメリカ大陸に来訪したのは、コロンブスが最初ではないのは事実である。さらに言えば、エスキモーと呼ばれる。 北極圏の先住民族グループの分布は、ベーリング海峡や北極海を越えて、ユーラシア大陸、アメリカ大陸にまたがっており、アメリカ大陸が、他とは隔絶した地域だという認識そのものが疑問視される。1492年の新大陸へのコロンブスの上陸時に、約800万人いたインディアンの人口は、1496年の末までに、 その3分の1までに減った。さらに1496年以降、死亡率は倍化していった。量的にもスケール的にも、コロンブスはエルナン・コルテスやフランシスコ・ピサロに並ぶ、虐殺目的で戦争を楽しんだ最も悪名高い、コンキスタドール、征服者の一人と言えるだろう。コロンブスのインディアンを見下した傲慢さや、 残虐さについては多文化主義に基づく歴史家たちはこれを典型的な西側の白人男性の原住民に対する人種差別的偏見としている。ゲイリー・ナッシュはコロンブスはインディアンに対して不合理な敵意に根ざした独特なヨーロッパの傲慢な本質を体現していると告発している。カーク・パトリック・セールは偏見を起因として 他の種に対して光線が見られるということはヨーロッパ文化としては空想的なことではないとしている。またスティーブン・グリーンブラッドはコロンブスについて政治的、経済的、文化的なカニバリズムという西洋史の中でも最大の実験を開始したのがコロンブスであると述べている。アメリカ合衆国の記念祝日である10月12日、コロンブスではインディアンにとっては 白人による侵略開始の日に他ならない。1911年、インディアン運動家たちはアメリカインディアン協会を設立し、全米インディアンデーを提唱。オハイオ州コロンバスでの第1回決起大会において、インディアンが白人のアメリカを発見した日、とのスローガンを掲げ抗議した。現在も反コロンブスデー運動は、 アメリカインディアン運動などに引き継がれ、毎年この日になると、全米各地で、抗議行進やデモが行われており、この際多数のインディアンが逮捕されている。インディアン団体、AIM のコロラド支局は、その公式サイトで、トランスフォームコロンバスデーとして、この記念祭の廃絶を求め、以下のように主張している。コロンブスは、 何百万人もの先住民殺戮の責任者である。コロンブスはアメリカを侵略する前はアフリカの奴隷商人だった。彼はアメリカ大陸でも奴隷売買を始めた。彼はいかなる記念や検証の対象にも値しない。休日にも、パレードにも、彫像にも。コロンブスの日は発見の意義を祝うものである。 今日も続く先住民族の領土を盗むための法的な過程としての意義をだ。コロンブスはアメリカ大陸に今日も持続されている優位性として自然環境における優位、異なる信仰、信念に対する優位、男性の女性に対する優位といった多民族の優位の哲学を持ち込んだ。AIM スポークスマンである数族のラッセル・ミンズラ、インディアン運動家は 地下の団体と連携し、コロラド州デンバーのコロンブスデーに毎年、同州にあるコロンブスの銅像にバケツで真っ赤な絵の具を浴びせてている。インディアンによるこの地の洗礼は、州警察による逮捕者を出しながらも毎年行われている。1992年のコロンブス500年祭に合わせ、ラッセル・ミーンズは、コロンブスは大西洋を横断した。 世界初の奴隷商人だ。コロンブスの前では、アドルフ・ヒトラーはまるでただの不良少年だ。AIM コロラド支局代表のインディアン、グレン・モリスは、コロンブスを、殺人者であり、強姦者であり、今日も続く、大量虐殺思想の大建物である。ウィノ・ナラ・デュークは、生物学的、技術的、生態学的な侵入は、500年前のコロンブスの、 不幸な航海から始まったとコメントしている。ラテンアメリカ諸国やスペインでも10月12日はディアデララーサとして発見以来称えられてきたが20世紀末の1990年代からインディオ団体や黒人団体らが主体となってコロンブスを発見者として称える歴史観への見直し運動が高まり 新大陸発見から500年目の1994年10月12日には、トミニカ共和国やグアテマラなど各国で人種の日を記念する政府行事に対抗して、これに反対する諸団体によるデモ行進が行われている。2000年代に入ってからも、この反ヨーロッパ中心主義運動は、 ラテンアメリカ域内で影響力を強めており、近年左派政権が成立したベネズエラでは10月12日を、人種の日から、ディアデラレシステンシアインリヒナと公式に呼び変える、運動が進んでいる。黒人作家で、コロンブス以前財団の創設者でもある、イシュマエル・リードは、コロンブスの上陸をきっかけに、人類の最悪が起こったということがあり得るでしょうか。 例えばオゾンがどんどん減っていくことで地球は温まります。そして熱帯雨林は破壊されますね。と発言している。2020年ミネアポリス反人種差別デモが拡大すると各地のコロンブス像も先住民の虐殺者の像として襲撃の対象となった。バージニア州リッチモンド市内の公園にあったコロンブス像は 同年6月9日にデモ参加者により引き倒された後、公園の池に投げ込まれた。また、マサチューセッツ州ボストン市内の公園に設置されていたコロンブス像も何者かの手により頭部が破壊された。蒸気のような歴史的文化的業績への評価とは別に、コロンブスには地球時期のズレの発見者という功績を返せられることがあった。 現存する第1回公開の記録である息子エルナンデスのコロンブス提特伝トラスカサスのコロンブス公開誌双方の1492年9月13日の項に夜は北西を指していたらしいが朝には北東を指していたという記述があるこれを受けて JC ポッゲンドルフ物理学士やパークベンジャミン The i n t e l l e c t u a l i レ e in Electricity のように、コロンブスを変革の変化ないし変革そのものの発見者として記載する資料がある。しかしこうした傾向に対する反論は、エ c クリフトン・ミッチェルらによって1930年代からなされてきた。ミッチェルは、コロンブス帝特伝第2回公開の記述において、コロンブスがヨーロッパの変革を想定して作られた。 羅針盤を傾向していることに注目し、コロンブスが第1回公開で初めて変革を発見したのだとしたら、羅針盤の発達がありえないほど迅速であると指摘している。つまり、1492年の以前からヨーロッパの航海誌や羅針盤製作者には変革の存在が知られていたと解するのが自然である。とはいえ、 コロンブスの公開記録が現存する西洋での最古の定量的な磁気変革測定であることには変わりない。コロンブスに関してはその出自が明らかではないこと、また大公開の目的自体があまり明確に語り継がれていないことなどから様々な異文が流れている。また、残されている肖像画はすべて本人の死後に描かれたものであり、今となっては、 コロンブスの真の素顔を知るすべはない。レオナルド・ダ・ヴィンチの日記の中に、ジェノバ人の船乗りと地球について話すという興味深い記述があることから、両者の間に面識があったのではないかという説がある。多く語られているものとしては、コロンブスはユダヤ人の片親から生まれたのではないかとする季節である。百九十二年、スペイン王家は、同国内に住む。 ユダヤ人に対し8月2日を起源とする国外追放令を発布したが、コロンブスがスペイン王家の支援を受けて出港したのは翌8月3日である。このことから、コロンブス出港の真の目的はユダヤ人の移住打ち探しではないかとする説も存在する。また、教皇院のケンティウス八世の落胤ではないかとする説も存在する。 しかし、これらの仮説を支持する研究者は少なく、俗説の域を出ていない。ブワディスワフ三世アメリカ、ノースカロライナ州にある、デューク大学で IT アナリストとして働く、アマチュア歴史家のマヌエル・ロサは、2010年10月に、スペインで出版した、コロンブス、語られなかったストーリーの中で、コロンブスが、 ポーランドオブアディスワフ三世の実の息子であるとの説を主張している。新大陸発見を祝う外旋式典で、誰でも西へ行けば、陸地にぶつかる。造作もないことだなどとコロンブスの成功を妬む、人々に対し、コロンブスは、誰かこの卵を机に立ててみてくださいと言い、誰もできなかった後でコロンブスは軽く卵の先を割ってから机に立てた。 そんな方法なら誰でもできるという人々に対し、コロンブスは、人の下後では、造作もないことですと返した。これが、コロンブスの卵の逸話であり、誰でもできることでも、最初に実行するのは至難であり、柔軟な発想力が必要、逆転の発想という意の古事成語として今日、使われている。しかし、ボルテールは、修俗論にて、これは建築家。 フィリッポ・ブルネレスキの逸話が元になった創作だと指摘し会話の内容などもそのまま流用されていると説明した逸話の内容は1410年代フィレンツェのサンタマリアデルフィオーレ大聖堂のクーポラの設計に身の難儀していた際ブルネレスキは設計図面も完成模型も見せないまま私に建築させてくださいと立候補した 他の建築家たちが大反対したところ、ブルネレスキは大理石の上に卵を立てられる人に建築を任せて見てはどうかと提案。誰もできなかった中で、ブルネレスキは卵の底を潰して立てた。当然のごとく周囲から批判されたが、ブルネレスキは最初にやるのが最も難しい。もし先に図面を見せたらあなたたちは真似をするでしょう と切り返したというものである。旧5 0 0 0イタリアリレ紙幣本客中は、出店、客中内で提示されている、出店を示しています。ありがとうございます。